コーチファイナルでプラス優勝を目指す男第1回ということで、前回スタートダッシュを決めれずに終わりまして、で、あの次の日もう一日コーチファイナルあったんですけど、ちょっとね、あの買ってたら締め切りになってしまいまして、あの間に合いませんでしたということで、本日第2回、何日だ、1月30日第2回目。大体コーチってなんか2日連続開催してると思うんですよ、ですよねなので多分明日もコーチあると思うんで、あのこのコーチファイナルシリーズは2日にわたって2本を1個にまとめてやっていこうかなと思います。結構コーチファイナルやると思うんで、基本的に2本をまとめてやっていこうかなと思います。まあ次の日やんなかった場合とかは1本でやっていけたら、その都度やっていけたらなと思います。ということで、早速パドック見ていきたいなと思います。まあ一発逆転ファイナルレースって言ってるぐらいなんでね、もうこれを年間通してあのプラスで持っていって、もう一発逆転かましたろうという感じで、やっていけたらなと思います。前回ねちょっと使いすぎたんでね、5000円はさすがにやりすぎよ。うん、やっぱ3000円だわ。3000、まあまあその都度だけど、一発逆転とかもう間に合わないレベルになりそうだから、あんま5000円を基準にしたくないですね。基本的に3000円を基準にやっていけたらと思います。はい、選んできたんですが、気になったのは3番アイスミディ、4番コパノカーネル、6番ララちゃんで、まあその次に10番のビレッジダンサー、12番アバンあたりかなと思ったんですが、まあ3頭に絞るなら346かなということで、これをちょっと資金配分して買ってきます。ちょっとね、安いやつ17倍なんでね。はい、ちょっとねこれまたちょっと5000円いっちゃいましたが、はい、もう一番安いやつを500円買って、他をまあ100、もうここね、このね、この境目あんままた来てほしくない。この361とかここね60倍ぐらいでちょうど200円買えてね、全部ちょっと資金配備してもよかったんだけど、ちょっと3がねすげえ気になったんで、3から馬服で4、6、10、12、これ300円、20倍以上ついてるんでね、ちょっとここでも美味しいなということで、これ合わせて、5000円馬服だけでよかったかもしれん馬服だけにしようかなと思ったんですけど、さっきのあの解明考えた段階であのサロンの方に乗っけちゃったんで、ちょっともう変更するのあれだなと思ってこれにしましたいやちょっとね、連続5000円かけることになってる、なっちゃったんで、ちょっと当てたいな。ちょっとな、選んだのが割と人気だったからな。そこで決まられるとちょっとあれだけど、連続5000円外しはちょっと痛いんで、ここでちょっと取れたらなと。スタートしました。3、4で。さあ何が出るか、名将鎌倉を追っていますが、外から11番エッジ8が出る、1番4番コパノカーネル、最後2番ペーシャジャングル、大外から上がったアバンティ、その後のグループにダラちゃん、バイクミリオン、内に看板がアイスミリ、後方はビレッジダンサー、あるいはウィンバイタルとプールジャイロが 1000m 標識を通過、11頭が2コーナーに向かって、先手は4番コパノカーネル、林健介、体半分のリード、4-6でもいいんだけど、3は最悪、最悪ね、最悪来なくていいけど3は来てほしい。4番手はうち2番傾斜ジャングル800を切りました。外は6番ララちゃんと8番名称鎌倉、外は5番バイクミリオンと3番アイスミリが続いている。3馬身差10番ビレッジランサー、9番ウィンバイタル、最高峰7番のクールジャイロで、全体は13、4馬身600を切りました。勝負どころに向かって、さあ前は4番コパノカーネルと11番エッジゲートが並んでいる。いいよ、この2頭から2馬身遅れて6番ダラちゃんが3番手前に、もうそのままでいいよ、もう3が全然本けど上がってきて、3も上がってきてほしいな。3からは3番アイスミディータ、3ままいっちゃう、3ままいっちゃう。先頭は4番のコパノカーネル、外11番のエッジゲート、待って、4611さっき言ってた嫌なやつじゃない、来たら嫌なやつじゃない、安いやつじゃない、前は3頭広がってきて、ああこれはでももういけるんじゃないか。ちょっと待って、ちょっと待って、6怪しいよ、6怪しいよ、6伸びろ、6伸びろ、耐えろ耐えろ、ああちょっと待ってって、間が SCA と4番手がララちゃんです。今のはダメ、今完全油断した、完全油断した、取れたと思っちゃった。ちょっと待って、8頑張らんで、そこで吉、残念ちょっと
ともうこれあんまうだうだまだ明日もあるんで明日へ続きます。はい、ということで、次の日高知競馬ありませんでした。あ、すいませんでした。そんなことあるんだね。一日開催あれ、ま、前日なかったよなあの日。まあまあ一日開けて、今日明日あるのかなということで、もしかしたら明日の分も入れちゃうかも。この3話にしちゃうかも。一昨日のやつね全然当たってないから、あれを1本にするわけにはいかんから、あれと今回の合わせ今日の合わせて、そしたら明日のをどうしなきゃってなるから、明日ももしやったら3本まとめて、という感じにしていこうかなと思います。ということで2日目やっていきましょう。はい、ということで買ってきました。ちょっとね絞りきれんかったな。気になったのが14912ですかね。1番ベディビアで、4番ビクトリアループで、9番ラベンダーパープル、12番ミヤジシルフィードの4と。前回前々回がもう5000ずつ使って、ちょっとさすがに使いすぎだなということで、今回どうしても3000に抑えたかったんで、ちょっと4頭だし、もう3連複やめて、これこの4頭の馬福ボックス見ました。500円ずつ14912500円ね。まあぼちぼちつくんで、まあまあいいんじゃないですかね。ということでちょっとレース見ていきたいなと思います。体勢整ってさあ、スタートしました。ミヤジシルフィードコースタート、まずは横一線になっています。叩いてまずは10番バラディジャドラが出ました。ミヤジシルフィード内からジェッターが上がってくるか、あるいは4番手間からラベンダーパープル、体勢が1番ベリリアと先端、他はねあんまピンとこなかったんだよな。6番のマニードリッキー、マイネル・レイルが続いて、外は7番ハンガイ・ガンバルド、ビクトリア・デューク・トラスト・エンジェル、全体12馬身ぐらいで1コーナーのサーブ2人が決勝式、25秒3で通過して2コーナーへと向かっています。10番のマラビージャトラダ、浜野美が1馬身ぐらいのリード、9番ラベンダーパープル、その後5番のジェッター3番手、1番ベジリア、そして5番手が10番宮崎シルフィードで早めに力尽きてもろって、1馬身半差11番森のラストスタート、6番マニードリッキー、11が若干怖いかな。9番まで3馬身差、マイネルレイルと案外頑張ると、8番トラスエンジェルを追っている、最高峰が4番ビクトリアリュースというタイル、こう一段動いてる、いや最高峰か4番3コーナーカーブに向かっています。先頭は10番のマラビージャトラダ、9番ラベンダーパープル、9はいいよ、12番12が動いてくる、その時はもいるよ、クラガンさん、いいよいいよ、もうこれおはまさんさえいなければ、おはまさん、おはまさん垂れて垂れて垂れて、いいよいいよいいよ、9、92、いけ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 、そまま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 まよし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 、あざます、ちょーれーいえいあざす。さあどうですか、20倍あると、20何倍かあると、はい 32.6 倍、あざます。はい、ということで16,300円、ちょーれーあざす、あざっす、し、これ、これをやるために始めたんすよ。よかった。まあね、俺の消灯数とかも、勝てるんじゃねえかっつって始めて全然勝てんくて。あれ、まだマイナス収支よ。まだ終わってないよ。俺の消灯数まだやるよ。やるけど。まあ、マイナスよ、今のとこ。でも、高知ファイナルではね、あんまり負けてないはずなんよ。僕がつけてる限りは。なんで、これはせめてプラスで終われるように、ちょっと、頑張りたいですね。という感じで、ちょっとまだ明日もあるんで、もう手短に、ちょっとまた明日の分。はい、ということで、昨日に引き続き今日もコーチファイナルやっていきたいなと思います。なんとかね、昨日当たったんで、ちょっと今日も当てれたらなと思います。初じゃないかな、こんな 3日分が1本になるの。なんとかね、昨日当たったんで、動画としてね、成り立ちはすると思うんで、今日も当てれたらいいな、っていう感じで、やっていきたいなと思います。ていうか、白くない?白くないのか。はい、
ということで、ちょっとまだ勝ってないんですが、気になったのは、1番レイカサンライズ、8番バリブラック、で3番の王権トップ、この最後に3番の王権トップか、まあ、11番のブルーホープかどっち入れようか悩んで、まあ普段だったらまあその外枠の11番の方を選ぶんだけど、3の方が若干よく見えたっちゃよく見えたんで3番にして、そこの3頭にしました。ということでその3頭からその3頭から行くことにして、まあちょっと資金配分するんでこれを、はい、138138全の3連複でこれ28点かな、はい、これでいきたいなと思います。はい、買ってきました。はい、ズドンと、はい、まあこの3、まあ300円からまあ大体200円か100円とか、まあこんな感じで合計3500円ですね。まあここは抑え気味で、まあ昨日も当たってるし、ここも取れたら結構でかいじゃないかなという感じで、ちょっとレース見ていきたいなと思います。これでユニット全部収まりました。スイッタートしました。コンサート4番ダンダンスが切りました。ダッシュがつかなかったのは9番のビービーゼリが後方からになっています。さあまずはダンスアッサを巡りまして、セスティブワール、エスカミーの3頭行きました。3馬身が相手1番レイカサンライズ、4馬身が相手バリブラック、イタズラウナギ、外から名称馬身、左番カンノンガラシ、ビービータントブルーホープ続いて王権トップ、うーん、いやー3偉い後ろおるな。ビービーゼリ 3000m 標識は24、うわもうちょ、何さ、めちゃめちゃ しごかれてんだけど全然知っていかねえじゃん。6番フェスティバルが2番手、1番手の関西1番レーカーサンライズ、外4番手が7番レーカーミンの800を切って向こう上面へ、全然走っていかない、めちゃめちゃケツしまかれてて全然走っていかなかった。後方はミミタン、おいおいおい、3頭中1頭がそれじゃもう今上がっていってる。後方2頭目に上がって600を切った。参考なカーブに向かって頼むよ。4番のダンスアッサル2馬身ぐらいのリード、セスティブワール、エッサミード、1番のレイカサンライズ、1これなんだ 8? あとは3馬身5番のイタズラウナギと8番バリブラッキー400切りました。じゃあ8後ろこれなんだ、内々上がってきたのが3番ゴーケン、横いるなんと緑はなんかな、ビビタンも追い上げ体勢で勝つ場が第4コーナーのカーブを迎えています。セットは4番のダンスアッサル2馬身ぐらいのリード、3馬身1がおる1がおる3コイ1おる3コイ、三が来たら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 三個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 来た来た一来た一来た一来た三個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 よし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 三個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 三これつくよ、1来たらつくよ。これまんま行くやん、ぐーぐーちょっと待って。ということで36,940円ちょうれい、しー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 それだ、30万ついてんだよ、うわえぐ、完全に勝ち越しました、あざます。よかった、マジで出だしで外れた時どうしようかと思ったマジで。最初1回目はず、1回目外れたでしょ、で、その次もまた5000円で外れて、もこれやばいぞってなってたんだけど、昨日今日当たってよかった、マジで。コーチファイナルおもれー。おもれー、ありがとう。あざっす。これ、もうこれがやりたかったんです。よかった、マジで。今回、2個。1本の動画で2回コーチファイナル当たってます、ありがとうございます。という感じで、まあ本来は2レースずつを1本にしていくと思うので、今回はまあイレギュラーで3本になっちゃいましたが、まあ大体基本的に2本レース2本分で1番にしていきたいなと思うので、これからもよろしくお願いします。まあ、ちょっとまあ自慢みたいになっちゃうかもしれないですけど、このコーチファイナルのね回目に関しては毎回このサロンで事前に出してるんで、レース前に予言して当てたことになります、ありがとうございます。気持ちいい、気持ちいい、やっぱ出したやつが当たった時が一番気持ちいい、もうなんかすごいあがめられるからすごい好きです。
すごいねすごいねってみんな言ってくれるからすごく気持ちいいです。ありがとうございます。ということで、コーチファイナルでプラス出場を目指す男でした。ありがとうございます。なんとかプラスに持っていくことができました。また次回お会いしましょう。